起伏の激しい難コース、スーパーワールドブリーダーズカップサマー、まずまず揃って飛び出しました。注目の先行争いでありますが、12番オルコックアラビアンが先手を取ります。それから離されましてザテトラーク、14頭緩やかに下ってトンネルへと向かいます。9番ミルリーフ、4番ゴドルフィンバルム、その外にエクリプス、それからもう1頭7番デンマコフォーム、そしてその後ろから8番キンゼム、それからベイチャーム。父に続いての SWBC 制覇となりますかどうか、差が開いてオーモンド、そして外からは11番エルグランセニョール、それからラーレーアラビアン、内を通りまして2番シャーガー、外を通って13番マッチェム、この辺りちょっと離れている1番マイアリーターク、ほとんど一段の状態。これが先頭12番オルコックアラビアンであります。その後ろ10馬身くらいあってザテトラーク、9番ミルリーフ、その外ゴドルフィンバルム、その後ろでやりましょうかエクリプス。世界最高の栄誉まであと 400m を切りました。テンマコンフォームは6番手といったあたり、ザテトラークも懸命に追う。先頭オルコックアラビアン、オルコックアラビアンが大きくリード。3番手にゴドルフィンバルブ、10番ザテトラーク、先頭はオルコックアラビアン、ゴドルフィンバルブが2番手、黄色い帽子テンマコンフォーム、ゴドルフィンバルブも懸命に追う。7番テンマコンフォーム、ゴドルフィンバルブかわして先頭に立った。テンマコンフォームが2番手ゴドルフィンバルブ、先頭1着ゴドルフィンバルブ、2着は際どい、内ラーレーアラビアン、外テンマコンフォーム、